三枝警部補、聞こえますか？ある日、突然つながった謎の無線機。それはあり得るはずのない過去からのシグナルだった。あの、あなた誰ですか？15年前に起きた女児誘拐事件の犯人をプロファイリングで追う捜査官。無意識の行動は恐ろしく正直です。そしてその事件を追いながら過去に姿を消した刑事。事件当時、この人があなたを訪ねてこなかった？桜井巡査部長はまだ大山を探してるのか？どうでしょうか。あれから10年だ。大山のことなんか思い出したくもないだろう。現在と過去でつながる刑事たちの信念。過去は変えられます。諦めないでください。シグナル。